の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の今日は久々に運転中動画となっていますが、自分の仕事のできなささを露呈するようですが、時間がございません。時間がございませんので、通勤の時間を利用して動画を撮っております。なぜそこまでして今日皆様にお伝えしたいことがあるかというと、シャリーン。C の公式 YouTube チャンネル。チャンネル登録者数、1000人突破！どんどんパフパフということでですね、なんと、ささやかながらですが、プレゼント企画をしたいと思います。それはですね、私が今着ております、この10周年 C の記念 T シャツ。10の文字が入っていて、後ろにC のロゴが入っているものでございますけれども、これ黒ですけど、色はね何種類かあって、まあ在庫になるんで、選べないかもしれない。サイズも多少選べないかもしれないけれど、プレゼントしたいと思います。先着ダカ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 ドン !3 名の方プレゼントします。C の10周年記念 T シャツ3名様プレゼントの応募方法です。まず、C のに取りに来れる方、チャンネル登録者数1000人おめでとうございます。っていうコメントをいただける方、この2点です。まずはですね、コメント欄にチャンネル登録者数1000人おめでとうございます的なことを書いていただき、この動画を作っている、主に作っている僕を励ましてください。それがまず1個です。そして、それを書いていただきましたら、お店に取りに来ていただくんですが、その時に、このコメントですっていうのを言ってください。1000人おめでとうのコメントを書いて T シャツいただけるんですけどって、まあ、そんな感じで言っていただければ、スタッフの方で対応させていただきます。このコメントですっていうふうに指をさして言ってください。期限は7月いっぱいとさせていただきます。7月いっぱいです。コメントして取りに来るまでが7月いっぱい。3名様、ぜひよろしくお願いいたします。いやー、しかしですね、ハッピーなことしかないですね。先週は元スタッフの結婚式、今週は現スタッフの結婚式。まあ、スピーチを頼まれてるんですけど、まあ、別に偉そうなことも喋れないので、でも大体ね、結婚式のスピーチって、男性、新郎側の方の上司さんが先にするじゃないですか。ものすごいんですよね、なんていうんですかね、もう、礼儀正しいっていうんですか。ただいまご紹介に預かりました株式会社何々の何とかと申します。何々様今日はご結婚おめでとうございます。そして、並びにご両親、おめでとうございますみたいなすごい硬い素晴らしい挨拶がありますよね。それにしてみたら私の挨拶いいんでしょうか。あんな感じで、まあ今日もある程度喋ることも決まってるんで、あとはアドリブでやりたいと思います。そしてですね、スピーチ動画なんていうのも撮っておりましてですね、そちらもですね近日公開しようかなと思っております。ちょっとね、相手の名前とか入るとあれなんで、ちょっとピーっていうか、まあ相手の名前とはちょっとこう伏せさせていただいてですね、編集させていただいてアップさせていただきたいなと思っております。ハッピーなことしかないなって、まあ、さっき言ったけど、これってね、受け取り側の問題です。受け取り側ですよね。例えば、物とか状況とか、例えば、ま、簡単に言うとお金もあって物もあって、だけど、幸せだと思えない人もたくさんいらっしゃるわけじゃないですか。だけど、物もお金もないけど、幸せだと思う方もたくさんいらっしゃるんですよね。やっぱり、日本って、僕も含めてそうですけど、物が溢れ、そこそこ手に入り、そうすると、ハングリさがなくなってくるので、幸せ感っていうのを感じづらくなってる。
先進国の中でも日本は非常に幸せ感を感じてないっていうデータもあるように、受け取り側の問題だと思うんですよ。例えば僕は世界一の奥さんと結婚したんですけど、世界一の奥さんと結婚したかどうかっていうのも受け取り側の問題じゃないですか。例えば本当に素晴らしき人間、素晴らしき奥様とがいてもですよ、んだうちのやつさ、なんだかんだでどうのとかね、やっぱり言ったら幸せじゃないわけですよね。世界一にはなれないわけですよ。でも僕は人間的にも好きだから結婚したわけですよね。だから僕は世界一の奥さんと結婚したと思ってるんですよ。で、なぜそうなのかっていうとですね、もともと別にうちの奥さんが世界一だったわけじゃないんですけど、僕と結婚して世界一になったんです。僕が世界一だって言ってるから。だって世界一じゃないですか。僕と結婚してくれたんですから。なかなか結婚できないですよ。だからね、美容師の男性って女の子好きなんですよ。先輩方とかもね、大好きなんです、女の子。そうするとね、まあゴルフとか行くと、しのちゃん、行く?とかなるんですよね。で、そうすると、必ずまあ女の子いるようなところに行くわけですよ。1回2回行ったんですけど、全然面白くなくて、結局行かなくなってしまったんですよっていうか、行きたくなかったので断り始めたわけですよね、僕は。で、そしたらね、先輩方は、あ、しのちゃん、奥さんのこと好きだもんねって言うようになったんですよ。で、それから、断るときも、いや、僕、奥さんがご飯作って待ってるんで、子供も待ってるしっていうようになったんですね。で、そうするとね、誘われなくなるんですよ。で、僕としたらですよ、ラッキーで結構。まあ別にそんなに家でご飯食べてた方が楽しいし、美味しいし、女の子と話したいとも思わないしね、仕事で話してるしね、奥さんとも話するし、っていう感じでね、だんだん誘われなくなったりとかしてくるんですね。で、周りはこいつ奥さん好きだから来ねえよってなるんですよ。で、僕としたらラッキーですね。だから世界一の奥さんと結婚しました。受け取り側。受け取る側がどういうふうに受け取るか。それによってあなたの幸せ感も変わってきます。プレゼント企画からこんな話になったんだろう。まあいいか。とりあえず、プレゼント3名様、10周年記念 T シャツ差し上げます。コメント欄におめでとうって書いてください。そして、ご来店時に僕がこのコメントを書きましたって言っていただければ、しっかりスタッフの方で対応させていただきます。よろしくお願いします。さらにですね、チャンネル登録、そして高評価、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、さようなら。ソイラテなんですよね、ソイラテ。日本人はソイラテ。